いつもはガンプラ製作動画を投稿している、えー、ガンプラ団の雑談動画、ウィークリーガンプラ団です。で、今回ですね、今、まあ、こちらにも出しています通り、こうか、えー、昭和のホビーという、えー、これ雑誌ですね、雑誌とかムック本、えー、と、学研から出てる、えー、まあゲットナビかな、ゲットナビの、えー、まあムック本って言っていいのかな、えー、この、 昭和ホビー完全読本というのを買ったので、えーまあ、これの話を、まあ、少しだけしつつ、えーまあ、ちょっと昔を振り返ってですね、あのー、雑談をやっていけたらなと思いますで今回はちょっとこの氷のグラスとあとですね、えー、バルで飲んだサングリア こういういやつなんですけども、えー、ロゼワインにレモンを丸ごと入れましたという書いてあるので、まあ、ワインはワインなんですけどもちょっとこうレモン風味のワインなのかなとこういう絵もついてますねこうかこれですねこれをちょっと飲んでみたいと思いますでこれの飲み方は、えーとまあ、こんな感じで氷入りのグラスで飲むか、まあ、これをそのまま冷蔵庫で冷やして飲んでもいいみたいですね 色は普通にロゼの色ですね。それでは、えー、じゃあ雑談動画ですね。乾杯。ああ、ああ。もうちょっとね、レモンが強いかなと思ったら、そんなにレモンレモンしてない感じですね。うん。なんかね、これ氷入れて飲むよりは、もうこれを直接 冷やししして飲んだ方が美味いいかもしれないですね。ちょっと味的にもレモンが薄い感じなので氷を入れてで氷が溶けてですねこう薄くなるとさらにこう薄くなるのでうんなんか直接冷やして飲んだ方が良かったかもしれないですねそれでえっとあこれあの、まあ、レモンレモン味が入ってるので 今回ですね、ジャガビーの瀬戸内レモン前にねあのイカ天の瀬戸内レモン食べたんですけどもあれはすごく美味しかったんですがこれどうですかねあれはねかなりガツンとレモンが強い感じだったんですけどもジャガビーどうかなあー全然レモン全然レモンじゃないとは言えないですけどもうん あの、イカ天の瀬戸内レモンを期待してたら、ちょっと違う感じですね。酸っぱくはないです。基本ジャガビーですね。で、匂いが、レモンの匂いが沸騰とするっていう感じで。うん。うん。酸っぱくないですね。それと、あとはいつものチーターラですね。 うんまあ、この中ではチーターが一番うまいですね。うん、今回はね、この2つは、うん、美味しくないわけじゃないですよ。美味しくないわけじゃないですけども、ちょっと想像、うん、とはちょっと違う味だったので、ちょっと残念な感じですね。 まあそれで、えっと、まあ、この本なんですけれども、あの、まあ、なんで買ったかっていうと、ちょっと雑談動画で使いたかったんですね。あの、この雑談動画で、まあ、今回これで使ってるんですけれども、あの、というのも、ちょっと昔の話も、あの、雑談でやってみたいなと思ってたんですね。あの、まあ、 ガンプラは今年で35周年ですけれども、あの、まあ、ガンプラブームの時の話とか、あの、まあ、僕はガンプラブームの時は、まだちょっとですね、あの、小学校に上がる前とかだったので、そんなにガンプラをたくさん作れる感じではなかったんですけれども、まあ、それからどんな感じでこう、ガンプラ作り始めたりとか、その、まあ、昔のガンプラの、 あの、まあ、子供の頃に作ってた感じとかも、ちょっとお話できたらなとか思ってたんで、これを買ったんですね。で、まあ、あの、ここにですね、まあ、ちょっとこの、この上の部分に、あの、昭和50年男の、えー、青春の全て再現って書いてあるので、ほう,ほうまあま、あ僕も50年代生まれなんでですね、こう、なかなか面白い、楽しめる本なのかなと思って買ったんですが、まあ、ね、あの、うん、ここのね、 本はね、本当にね、これね、お世辞にもいいと言えないような本で、あの、うん、この本のことを話すと、あの、悪口しか出てこないので、あの、内容ね、内容のことに関しては、あまりお話は、ちょっと控えようかなと思うんですけども、本当にね、もう本当にね、ページ開くたびに悪口が出てくるぐらいの、あの、本当にね、本当にダメな雑誌でした、もう、はっきり言って。うん、ちょっとね、 うん、あんまりまあ僕の個人的な感想なんでですねあ,のあれですけども、うん、まあね作ってる方は一生懸命作ってるんだからっていう言葉も出てこないですねまあぶっちゃけ手抜いて作ってるのがもうバリバリ見える感じなので、うんまあ、作ってる人に対してもどうとも思わないですし、うん、ちょっとね ちょっとね、内容はね、本当にひどいんですけども、あの、そんな、その中でもですね、まあ、表示にもあるように、こう、ミニ四駆とか、あと、このガンプラですね、こういうのも載ってるので、まあまあ、うん、うん。まあね、立ち読みでよかったかなと思ったんですけども、あのー、まあまあ、雑談でで、ね、ちょっと昔の話を、うん、したいなと思ってたので、もうなんか話のきっかけにもならないんですよね、こう、<laughs> 本当はね、話したいのはあるんですけども、で、あのー、 そうだな。何から話そうかな。もうね、この本を引き合いにも出せないんですよね。あまりにも、あんまりなんで。うん。まあ、書店で見かけたらですね、これパラッと読んでもらったら、どんな感じの本なのかっていうのが分かるかと、お分かりいただけるかとは思うんですけども、あの、うん。そうだろうな。えっと、結構ね、ミニ,ミニ四駆のことはしっかり書かれてたりはしたので、えー、そうですね。で、 あの、どうでしょうね。このガンプラ団の,あの動画を見ていただいている方々っていうのは、結構、あの結構というか、あの世代的にはあのかなりまんべんなく見てはいただいてるんですよ。あの10代から、えー、上はですね、まあ、50代ぐらいまでですね。まあ、50代ぐらいになると、ちょっと数は少なくなってくるんですけど、どうしてもガンプラなんでですね。ただまあ、世代的にはすごく幅広い世代なので、まあ、今回、この昭和ホビーというか、あの まあ、ミニオークとかガンプラの初期の頃僕が小学生の頃とかっていう話になるとあのまあ大体30代から40代の人向けの話にはどうしてもなってしまいますが、えっとうんまあ、僕があのガンプラ作り始めた頃って、えっとまあ、小学校上がる前とかそのぐらいなんですよねだからほとんど最初に作ったガンプラはあの、まあ、前もこれ話したかな。あの 自分一人でで作ることはできなかったんですよ、ね、なのでこうちょっとあの親に手伝ってもらったりとかこうまあそうですね僕の,あの親戚のお兄ちゃんがガンダムは本当に好きだったのでそのお兄ちゃんにこう手伝ってもらったりとかでなんとか作ってた、まあ、作ったものをもらったりっていう感じだったんですよね。で 僕がですねあのガンダムガンプラもそこそこ小学校上がってもガンプラはちょろっとは作ってたんですけどもあのそれ以上によく作ってたのがあのミニ四句、えー、ですねであのまあまあご存知の方も多いと思うんですけど「ダッシュ四九郎」というですね漫画がコロコロコミックで連載されててで当時コロコロコミックっていうのは、えー、とビックリマンとミニ四駆っていう日本柱でこうやって。 まあ、ドラえもんももちろんありましたけども、まあ、大体あの柱としてはミニ四駆、うん、びっくりマンっていうところで、まあ、もろにその両方ですねビックリマンにもハマりましたし、えー、ミニ四駆にもどっぷりハマって。でえっと でその頃、えー、ミニ四駆にハマってた時にあのー、まあ要はタミヤさんにすのタミヤさんの商品ですねまあミニ四駆自体もタミヤさんの商品ですしまあそれモーターからいろんなこう改造パーツから、えー、その他こう塗料とかその辺もかなあもうほぼ全てタミヤ製品でこう 自分の僕の部屋の周りもですね。埋め尽くされてるような状態でで、あのガンプラ最近ね。こうたくさん作ってるんですけども、その中でもやっぱりあのまずはタミヤ製品からっていう。僕の思考パターンはもうミニ四駆が礎にあるんですよ。あのミニ四駆を <laughs> 作ってた頃に、もうほぼタミヤ製品でこう埋め尽くされてたっていう記憶というか、もう刷り込みですよね。小学校の頃の刷り込みがあるので。まあ 塗料を探すにしてもまずはあのタミヤの棚に行って、えー、塗料を探してっていう思考回路に今なってるんですよね若干最近はあの違うメーカーさんの塗料も使ってるんですけどもやっぱりねあのね、えー、こう赤と青のですねあの星の、えー、星型のロゴを見ると、うん、ちょっとね安心するというかプランも作ってるなという感じはするんですよね。 ミニオンっていうのは、まあ僕の動画を見てる方で知らない方はひょっとしたらいらっしゃらないかもしれないんですけども、あの、まあ前前仕掛けというか、モーターで、まあ、単三電池2つをこう、シャーシに積んでですねあの、ビュンとこう真っ直ぐしか走らないんですけどね、走る、えー、まあ、ミニカーの、ミニカーじゃないですね、ラジコンカーのちょっとちっちゃいバンですよね。そういったもので、えっと、こう、やっぱり、 スイッチ入れると、もう、バーンとこう、タイヤが回ってしまうので、こう、走らせるっていうことはなかなかできないんですよね。で、あのー、漫画のダッシュ4クローはですねそ、そのミニ四駆を、あのー、何て言うんですかね、あれ、ホッケーのラケットっていうんですかね、あの、棒、棒ですよね、ホッケーのカーンってあのパックを打つ。あれっぽいもので、こう、方向をこう、ちょこ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 こう、変えながら、 ミニ四駆とこう並走していくんですよね。あの、すごく道なき道とかをミニ四駆はどんどん、なんか洞窟みたい、みたい洞窟みたいなところとかも走っていくんですけども、それをこうね、あの、一緒にミニ四駆と走りながら、こう、レースを展開していく感じなんですけども、あの時ね、こう、僕、腑に落ちなかったんですけども、あの、ミニ四駆ってめちゃくちゃ速いんですよ。あの、こう、とてもね、子供の足で追いつけるような速さじゃないんですけども、あの、 ダッシュ4クローに出てくるあのキャラクターたちはですね、いつもこうミニオンと並走して、こう、時にはいろんな、こう、話をしながら、こう、長い距離を走っていくので、あの、ダッシュ4クローのミニオンは、ひょっとしたら、こう、すごくスピードが遅いのかなとか、いろいろ考えたことがあったんですけども、あの、その中、その中で、えー、僕は好きだったのがですね、これ、未だに持ってるんですけども、未だにというか、ちょっと前にですね、ジョージアのおまけでついてた、 このですね、これエンペラーっていう、この、ね、ミニ四駆。これがね、あの、本当にね、あの、大好きだったんですよ。で今でも、まあ今でも好きですけどね、ジョージアのおまけで、もうこれ何年か前のおまけだったんですけども、おまけでこう見かけたら、うん、買ってしまうぐらいですね。このね、もうこの形がですね、うん、本当に好きでしたね。 あの、なんか、サンダードラゴンとか、ファイヤードラゴンとかですね、ドラゴンシリーズみたいなのもあったりとかしたんですけれども、あの、これがですね、うん、ミニ四駆に僕はドハマりしてる時の、うん、に出て、これで僕が終わったんですね。僕のミニ四駆熱にこの終止符を打つことになったこのモデルなんですよね。で、それまでずっとミニ四駆も、 本当に新しいのが出るたびに買ってたんですよね。当時600円とかだったと思うんですけども、あの、本当に、こう、主人公チームが使うミニ四駆は、ほぼ全部集めてるぐらいに、もう、ポン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 、あの、新しいのが出るたびに買ってたんですけども、このエンペラーですね。これが出て、あの、これを超えるミニ四駆が、その後、出ないんですよね。あの、もう、これが僕も、 最終形態で、これを買ってから、まあ、これを作ってから、このエンペラー以外のミニオンが欲しくなくなっちゃったんですよ。あの、これのね、エンペラーの改良型みたいなのも出てきたんですけども、どうしてもこれよりは、うん、かっこいいと思えなくて、それで、まあ僕の、こう、ミニオン熱っていうのは、この僕にとってはこの最高峰のミニオンエンペラーが出てしまって、 熱が一気に冷めていくんですよね。まあこれは3つぐらい買ったと思うんですけども、うん、なかなかね、まあ子供の興味なんては大体そんなもんなのかもしれないんですけども。で、そのミニ四駆とあの併用してというか同じ時期に買ってたのが、えー、BB 戦士、ガンダムですよね。ガンダムのキャラクターをこう、キャラクターとガンダムのモンビルスーツをちょっとこう、二頭身に縮めた、縮めた、あの、 SD ガンダムっていうのがあって、で、それの、こう、プラモ版ですよね。で、それも確か600円ぐらいだったと思うんですよね、当時。で、あの、武器から BB 弾がこう、ポンと出る仕組みになってるので、まあ、BB 戦士っていうんですけれども、それもですね、まあ、うん、BB 戦士は、ちょっと普通のガンダムとは違って、こう、 鎧かぶとを着て,着てたりするんですよね。あの、武者ガンダムとかですね。ああいうのの武者ガンダムもう相当作りましたね。だから、僕は、小学校の時とかは、ガンプラっていうよりは、うん、あの、ミニ四駆と BB 戦士ばっかり作ってたんですよね。うん、皆さんどうですかね。皆さん、まあ、僕より上の世代の人たちは、あの、多分ガンプラブームど真ん中の人たちなので、 あのもう本当におも,ちゃおもちゃ屋をこう駆けずり回ってガンプラを集めた、えー、世代の方たちとは思うんですけども僕はその時はまだねガンプラを作るにはあの幼すぎたんですよねまだ小学校上がる前とかなので全然作れなかったんですよねだからちょっとパーツが少なくてで見た目もかわいい SD ガンダムですね。 BB 戦士にはまって本当にね、ガンプラよりも BB 戦士ばかりですね。もうミニ四駆買うか BB 戦士買うかみたいな感じで、もう交互にこう、買ってたような状態ですね。もうお小遣いの全てを、あの、ミニ四駆と BB 戦士につぎ込んでたような状態でしたので。それでいろいろ昔のことを考えてると、やっぱりね、ガンダムってすごいですよね。本当に。 僕のちっちゃい頃からずっとあって、で、あの、ガンプラだけじゃなくてですね、さっきの BB 戦士っていうのもありましたし、あとね、学校で流行ってたのは、あの、ガチャガチャのガンダムがあったんですよ。これは SD ガンダムの、あの、鉛筆の、こう、う、後ろに、後ろっていうか、あの、こう、 鉛筆の確保じゃない方ですね。あの、後ろの方にギュッと刺さる、こう、消しゴムタイプというか、あの、ゴム製のおもちゃですよね。あれの、あの、ガチャガチャとかもあったりしてですね。で、結構、あの、今の、前の雑談で、あの、紹介した、こういう感じなんですよ。ここに穴があって、ここに鉛筆グッと刺せたりするんですよね。で、こんな感じに、あの、こう、ちゃんと武器とかが、こう、分離したりというギミックも確か、 あったと思うんですよね、うん、ビームサーベルとか外れてたような気がするので、うん、そういったのがこういうのがねガチャガチャであったりとか今のガチャガチャって結構高かったりするんですけども僕らの時は、えっと、すっごいくだらないものが入ってる20円のガチャガチャとあと金消しとかその SD ガンダムが入ってるやつは確か100円ぐらいだったと思うんですよね。 でもう本当にすっごいくだらないものが入ってる20円のガチャガチャはあの、まあ、僕が言ってたその駄菓子屋さんみたいなところ限定かもしれないんですけどもその20円のガチャガチャはあの何回か何回かっていうか何個かに1つ当たりが入ってるんですよでその当たりがを引くとその金消しのでかい金消しがあったんですよ肌色のあのもう金消しの 金消しがこのぐらいですよねこのぐらいあるかな、えーこ。このぐらいの金消しですね。で、あの当たりが出たらそれがもらえて、あのまあ、そのためにあの20円のガチャガチャをやってたんですけども、なかなかね、当たりが出なくて、でち,ょちょっと待ってね。確かね、僕1体ぐらいは持ってるんですよ、いまだに。 えっと、ちょっとごそごそ探したら、えー、3つ出てきました。僕ね、こういうの結構持ってるんですよね。あのー「のン肉マンと」と、えー「カレクック」と「ペンタゴン」ですね。これがね、このサイズの、えー、金消しがこう当たるんですよ。で、これはね、あのー、大人になって買ったやつとかじゃなくて、もう小学校の当時から持ってる、いわゆる当時物ですね。うん、懐かしいですね。 これもね、ちゃんと、あのー、箱に入れて、あの、<laughs> まあ、丁寧に入れてるわけじゃないですけども、あので、こういうのと一緒にザッとこう箱に入れちゃってるんですけども、うん。なんかね、懐かしいなでも今見ると、うん、なんかね、造形は甘いっすよね。うんこ。こんな感じなんですね。筋肉マンこんな怖い顔してないですからね。ちょっとね、色が黄ばんで 来たりはしてるんですが、まあまあねそんなに外にも出してないので当時のままのこの色も保ってる感じですね大体ね僕は小学校の頃からその、飽きると大体周りの友達とかに全部あげちゃって終わるんですよ金消しもこれは <coughs> あの くじ引きでで必死こいて当て当たやつなんで手放せなかったんだと思うんですけども普通の金消しは多分近所の子たち友達とかに全部あげちゃって、まあ、飽きたらこう全部持ってっていいよっていう感じで全部あげちゃったので当時集めてた SD ガンダムのこの消しゴムもそうですし金消しもそうですしあとねビックリマンシールもそうですしあとカード出すっていうのがあったんですよ20円でこう ガッガッとこう、ガチャガチャみたいなのをひねったらカードが出てくる。まあ今もあるかな。あのカード出すの SD ガンダムと、あとドラゴンボールのやつとかも全部ね、全部あげちゃったんですよね。で、ドラゴンボールはですね、あの、本当に数年前まであのキラキラ光るタイプのやつは全部持ってたんですけども、あの、すっごいドラゴン、ドラゴンボールマニアの人に会って、あの、その人がすごく欲しそうだったので、あの全部あげちゃったんですよね。うん。 ブックオフとか、ブックオフじゃないや、なんか、そういう系あ、なんかありますよね、昔のおもちゃ扱ってるような、そういうようなところに行ったら、なんかね、売れたりするのかもしれないですけどね、まあまあ、そんな大した金にもならないと思うので、うん。また欲しい人が持って、持ってるのが一番だと思うんで、大体、すごく欲しくて、すごく大事にしてくれそうな人がいたら、大体、ポンとあげちゃうんですけどね。うん。だから、あんまり、もうほとんど、僕の昔のおもちゃシリーズはね、まあ、残ってないんですけども、 まあこういうね、金消しとかは、あのー、比較的よく残るんですよね。あのー、理由は壊れないからなんですよね。これが、まあ、腕がもげたりっていうのはしないので、あれなんですけども、やっぱりね、ガンプラとか、あと、昔作った BB 戦士とかは、多分ね、遊んでるうちにいつの間にか壊しちゃって、ね、捨てちゃってるんでしょうね。当時のやつがあったら、それはそれですごく面白いとは思うんですけどね。 接着剤がビーッとはみ出てる <laughs> あのガンプラとかですねあの当時は本当にこう接着剤も今みたいにこう綺麗に塗れるタイプとかじゃないんですよねこうプラモに付属してるなんかのがあってそれ針でブスッと刺してにゅるっと出すのであのすぐ固まっちゃうんですよね、うん、だからこう市販の セメダインとか、今ではありますけど、セメダインとか、アロンアルファとか、ちょうどね、アロンアルファとかがこう、ちょうど出てきたぐらいなんですよね。そういうので、作ったりしてるので。で、アロンアルファを使うと、たいこう、パーツと手をくっつけちゃうんですよね。こう、パーツをこう、アロンアルファでくっつけて、離したら人差し指に、こうね、ガンダムの足がくっついてくるみたいなね <laughs>、ことをやって。で、手の皮も一緒に取れちゃうんですよ。アロンアルファってすごく強力なんで。 ね、そんなのとかねいろいろなかなかね、うん、昔振り返ってもうんまあガンプラを作ってなくて BB 選手とかミニ四駆でしたけどな何かしら作ってたなというのがありますね、うん、ただねそこからねどっぷりプラモって感じじゃないんですよね技術的にはそこからあまり進化しなかったんですよねうん それから中学になって高校になってねで大学行ってで社会人になってっていうのでずっとガンプラはだけは作り続けてたんですよもう年に忙しい時は年に1個ぐらいしかガンプラ買ってない時もありましたけどもやっぱりね何かしら、うん、買ってたんですが今みたいにね塗装したりこう艶焼きスプレーかけたりっていうのはあんまりやらずに。 なんかね、ちょろっと墨入れするかしないかぐらいの感じでずっと作っててで動画を、ね、撮る1年ぐらい前からちょろっと塗装し始めたりで、墨入れもこう墨入れ塗料でやりだしたりとか、うん、で消し結成もかけてでウェザリングマスターもやってっていうのが、うん、かやりだしたのは多分3年4年ぐらい前からそんなことをしだしたんですよね。うん それで、えーまあ、小学生の頃ぶりに、えー、BB 戦士買ってみたんですよ。えー、こちら、えー、バンシーに乗るんですね。でもう、今年はですね、もうずっとバンシー作り続けてやろうと思って、あの今、マスターグレードのバンシー作ってますけれども、あのまあ、それが終わったらですね、今度はこれ。あの BB 戦士のバンシーを作ってみようかなと思って。うん。で、開封動画ですね、多分別で出すとは思うんですが、まあ、昔をね、こういったのも、で、振り返るのもいいですし、まあちょっとね、最近のガンプラはすごく進化が素晴らしいですけども、まあこのパッケージのね、横の感じとかを見た限りじゃね、SD ガンダムの、SD ガンダムで、ね、BB 戦士の進化も、 すすごいんですよねこれもねなんかすごいことになってるんですよちゃんとこうユニコーンモードからこうデストレーモードに変形してくれてたりするんですよねこういうギミックもあるみたいなんであやっぱねこの進化してるのはガンプラだけじゃなくてあの BB 選手もですねかなりの進化を遂げてるみたいなんで、うん、これをね作ってみようかなと思います。 ということで、えーまあ、僕はですね、あのまあ、年齢的にも、まあ、ガンプラと共にこう歩んできたようなう年齢であの、途中ね、ガンプラとはちょっと距離ができつつも、やっぱりね、大人になってもガンプラ、ガンダムにこう戻ってくるっていうね、まあ、ずっとあの僕の隣にいてくれたですね、ガンダム、ガンプラと、まあ、今後とも、ね、あの付き合っていきたいなと思ってます。うん、やっっっぱりね、ちっちゃい頃からずっと やれるる趣味があるっていうのはあの幸せなことですよ、うん、で最近雨が多くてなかなかねガンプラの作業は進まないんですが、えー、またね制作動画の方も、えー、どんどん出していきたいと思いますので、えー、そちらの方もよろしくお願いします。ということで今回の、えー、ウィークリーガンプラロンでしたまた次回よろしくお願いします。